はい。坂上でございます。青木ひとみさん。賛成と新宿区区議を迎えての第3部となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今までのところプ、プロフィールですとか、はいえー、選挙活動、そして議員になってからとお聞きしたんですけども、これから何かこんなことしていきたいなとか、そんなような思いとかって何かあったりされるんですか そうですねこれはもうあの選挙前からもずっと言っていることではあるんですけどやっぱり私たち一人一人がこう自分の頭で考えてこう自分で情報を取ってで自分で判断しけあの行動を決めていくとそういうことをしない限りやっぱり日本はよくし,していくことはできないですしで、まあ、それをやろうと思ったらやっぱりそれは地域からなのかなというふうに思っているのでその新宿区の中で やっぱりそういう,こう国民運動を広げていくような活動ですね、まあ、具体的にはまあそのコミュニティでのやっぱり、まあ、やっぱり私たち学んでいくっていうのが、ね、一番賛成とのコンセプトですので、まあ、勉強会とか交流会を通じながら、そういう情報提供もしつつ、やっていきたいなと思ってます。そうですよねあの新宿区は予算としては年間予算、どのくらいあるんですか。えっとですね 歳、まあ、入、歳出でいくと、あの 1, 昨年度で1700億ぐらい、ね。2000、うん、億ぐらいありそうですよね。はい、人口がまあ約40万人で、うん、外国人とかを抜くと、まあ、30万人ぐらいいるって感じですよね。有権者が25万人ぐらいのイメージですよね。でも、町としてでかいですからね。はい、はい、うん法人税とかも入るんでしたっけそういうことですよね。でかい企業があれば税収は増えてるはずですよね。 その辺はです、ね、その23区っていうのは法人関係の税金っていうのは都の方で都に1回行そうだ。で、うん、そこからこう23区に分配されるみたいな感じ。分配金ね、地方交付税交付金みたいなもんだ。そうですね、それが東京と版みたいな感じでやっているので、なので直接の,その税収にはならない。 そういう意味ではこう自主財源が実は意外と少ないんですよ、23区は。うはい、そっか、思ったよりね。だから、住んでる人は少ない割りに、中間人口、昼間の人口が異様に多い。そうですね、日本一、はいえー、降りる1何0万人、200万人ぐらいでしたっけ、新宿駅って日本一でしたよね、確か上空。でしたね、はい、はい、ちょっと数は把握してないですけど、確か、ねうん、みたいな問題が起こりやすい。 うん、うん、災害なんか地震なんか起こった日には一番新宿大変だぞ。ってうそういう感じですよね。<laughs> そうですね。うん、そっか。なるほど。なるほど。はい。でもまあ、えっ、ー、と参政党はね。全員で参加するための成人参加する参政党で勉強していこうっていうことなんですけど、なんか勉強会みたいなものを開いたりもされてるんですか？そうですね。それを実はまだちょっとあの企画段階で実現まではしてないんですけど。 あの歴史の、まあ、新宿区の歴史を学ぶというような、うん、そういうような、まあ、勉強会というよりはもうちょっとこうカジュアルな感じであの古いあの遺跡,遺跡古いあの跡を巡っていったりとか、まあ、そういうことをやろうかなと思ってます大事ですよね実は僕あの新宿御苑が好きで、はい、毎週のように行ってるんですよね。 で、あそこが、要は新宿内藤町と言われる、はい、その内藤藩が非常に広い土地を持っていて、それを結局、江戸幕府から、その、なんだ、国民の、に、おろ、の方にやって、<ー>で、その後国に払い下げみたいなものになって、あそこにゴルフ場があったというのとか、天皇陛下がいらっしゃったこととか、<ー>あと新宿西口が、あの、浄水場だったなんていうの知らない人の方が多いですけど、 やっぱりそういう歴史をはい、はい、新宿区の歴史とかっていうのも、はい、ものも何て言うんでしょうかね住んでるんだからし知っててもいいよねみたいな感じはありますけどねそうですねそそう本当に私も不勉強で全然新宿区のことをまだまだ知らないので一まあもともとお魚だからねそうなんですそれは一緒にね学んでいきたいなと思ってるんですけど、うん、本当にね 本当お恥ずかしいのが、もう選挙に出る前までは、もう新宿区のこと、全然知らなくて、うん。だってみんなそんなもんなんだもん。<laughs> うん <laughs> だからこそ、だからこそやっぱりそのリーダーとなる人がそれを学んで、えー、あ私も知らなかったんです、でいいと思うんですよ、僕ね、なんかあんまり支度ぶりしてもしょうがないと思ってて、いや、知らなかったんですと、すいませんと、大阪出身ですと、<laughs> 高チにも今、あ高知じゃない、<laughs> 高松いましたみたいな話から始まって、新宿って実は調べたらこんな街なんですよっていうんで、いいんじゃないんですか。 坂っってて何したたのととかねねやった方がいいと思うんですよ、ねうん、あそこ大地か理科大の MOT みたいのがあって、えー、そこでなんかちょっと以前勉強会みたいの僕参加したことあるんですけど神楽坂のやっぱりなんか昔ながらのあの雰囲気とかね文化とかいうものとかも,もやっぱり何て言うのかな大事にした方がいいんじゃないかなって思えるところがあるんですけどね。 そうですね。まあその党員さんの中にはやっぱり古くからずっと、まあね、代々住まれてる方とかもいらっしゃるので、うん、まあそういう方にいろいろ話を教えていただいたりとかもすると、うん、すごくうそういうね理解も深まったりとかあとやっぱりねちょっと愛着も湧いてきたりとかそう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 ,、はい、そういうのありますよねうんやっぱりなんかねそういうの全部なくしちゃうってよくないと思うほんに、はいはい、うんやっぱりなんだろうな弥生とか縄文の話もいいんですけどねちょっと古すぎるんだよね 何 <laughs> 千年前とかの話されてもそれよりやっぱりここ100年ぐらいの近現代史を中心についこの間まであのおじいちゃんのおじいちゃんがこうやってたらしいよぐらいだったらね30年かける4 <laughs> 0 0年分ぐらいだから伝聞でもなんとなく聞けるじゃないっていう感じとかね、うんうん、そういうものが日本全国であるといいなと僕は思ってるんですけど、ねはい。おっしゃる通りですね、はいうんうん それと新宿であれば、僕は今、豊島区住んでますけど、新宿であれば大企業も多いから、その大企業がそこに拠点、本社を構えて、営業活動、企業活動してるわけですから、やっぱり地域に対してもなんか貢献してくれてもいいんじゃないと、僕は思ってるんですけどね。うん、そう,うですね。うん、本当に。例えば池袋だったらいい西部とか、本社ありますからね。うん、あの大西部のですよ、<laughs> みたいな。 うん、サンシャインシティとかあれ三菱辞書ですからね、うん、1,000、うん、億とかやってる会社の本社があるんだったら地域に何かやってくれてもいいんじゃないと僕は思ってる口なんですけどね、うん、まああんまり言うとね偉そうなこと言うなって言われちゃうんで<笑><笑> <laughs> <laughs> でもなんかそういうね地域のことをみんなで考える一緒にやる、うんうん、知らんふりしないみたいなところってね区議市議とかだったらやりやすいんじゃないかなっていう気はちょっとするんですけどねそうですね でまあね、さっきおっしゃったようにやっぱりあの流動性が高い、ね、街なので、うん、のどんどん、ね、新しく来た人とかだとやっぱそういうことを知ることによって、うん、あのこの街をねあのなんていうかなそのただ今いるだけと思ってたのがきちんとここの地域を良くしていきたいよねとか。 もっと地域のこと知りたいよねとかっていうふうに思ってくれるきっかけになればいいかなと思うは僕、実はそうだ、今思い出したんですけど、えっと日本を美しくする会っていうので、あはい、月に1回、新宿の歌舞伎町、朝6時ぐらいからっていうのを、年やったんですね、えーうん、でだからそこには新宿区長も来てくれたりもしますし、街がきれいになって歌舞伎町の犯罪率が30%以上減ったっていう事実もあるので。 やっぱり地域の人でそういう活動をすることによってやっぱり汚い街は犯罪が起こりやすいんですよね割れた窓理論って例のあれがあるよ、はいはい、うに、ん、ニューヨークでジュリアーニっていうね有名な市長が地下鉄を汚かったら犯罪高かったんで綺麗にしろっつってやったら犯罪が減ったっていうのは、はい、まあ間違いなく人間の心理だと思うんですよね、はいうん、だからそれのまあ先遍をつけたっていうか日本で一番それをやったのが新宿区だと思うので うん、参加されたことありますないです。あ、そうですか。よかったら、はい、まあ、ちょっとね、朝早いんで、大変ではあるんですけど、うん、あの、さんあの暑い時期は大変ですけど、これから涼しくなるんで、<laughs> <laughs> そうですね。早いぐらい参加されてみてください。はい、歌舞伎町の。はい<ぁ>。間違い、本当に良くなりますよ。間違いなく、本当にそう思う。うん 何かそういういみんなで活動できるものとかね、まあ、お祭りもそうなんですけど、えーうん、何かそういう地域の活動みたいなのが、ね、なんかできると楽しいんじゃないかなと思いますけどね。はいそうですね新宿ってあの68%が単身世帯なんですね。あそうですかなので、もう家族が一緒に住んでないみたいな人がもう、うん、<laughs> 大半なので、うんはい、だからこそやっぱり地域の,あのそういう。 ね、付き合いとかを大事にしていかないといけないのかなと思いますねだからこそ出ておいいいいでででよよよぐらいの感じでねね、うんうん、何かできるといいような気がしますよ、ね、僕あと川崎市に住んでたことがあるんですけど、えー、川崎市っていうのは日本でも珍しい人口が増えてるところで140万人が150万人ぐらいになってってるんですね、えー、でもイメージしていただきたいんですけど南北に長くて。えー 川,の川崎市のところと、うん、武蔵小杉みたいな真ん中辺のところと、うん、ちょっと北側の田園都市線が通ってるとか小田急線が通ってるところとかまであって縦の交流がほあんんまりないんですようん、うん、それとあの東京にある程度近いのでそのサラリーマンの人が来てね、うん、でまあ俺は別にどっから元が北海道なんだ大阪なんだ九州なんだっていう人が来てなんかやっぱりちょっと流れ物みたいな意識があるの。うん 昔から住んででる人が少ないので、うん、だから川崎市の中でも我が町川崎っていうにはどうしたらいいんだろうっていうのがあの一つのテーマでしたよやっぱり、うん、そこでね、うん、家族を持って子供が生まれた時に、うん、いや別にと川崎で生まれ育ったけど、うん、何の印象もないよっていう子供なのかやっぱり川崎ってこういう町だったよねとか同じように新宿もね何、うん、か、まあ、そこで本当生まれ育つ子は少ないかもしれないんだけど 何かね、せっかく住んでるんだったら、そこの街への愛着みたいなものとか、新宿御苑なんかむちゃむちゃいいですよ、本当、ぜひ行って。わか本当、毎週。近くまでは行くんですけどね、しょっちゅう近くまでは行ってるんですけど、中は入ってないですね。そうですか、あれ1回500円ですけど、年間パスポート2000円ですから、4回でも取れます。はい すごい桜はすごいし、<laughs> ユリノキとかね、日本で初め、ポープラもあればね、バラ園も素晴らしいし、なんか別に新宿御苑の PR する場面じゃないんで <laughs>、なんですけど、うんなんかあの街、ー、緑が非常に多いっていうものに人間って癒されると思うので、うー,うーん、なんか新宿区民はぜひ行ってほしいなってすごく思いますけどね。はい はいそんな感じでございますごめんなさいね、うん、余計なことでも茎としてこれから勉強することもたくさんありますしね,すね、はい、どんな感じなんでしょうどの辺を勉強していこうとかってあるんですかそうですねあのーまあ、今いろいろご相談とかもあの受けてる中で、ね、課題が、ねはい、山積みだなと思っていましてえー、まあその参政党としての何だろうなその政策 的なものももちろんありあるんですけど、まあそれをこうどう地,地域の課題として落とし込んでいってやっていくかみたいなところを、もっと考えて研究していかないといけないかなというふうには思ってますね。なかなか、やっぱり国政の大きなことだと、地域の方々からすると、なんかそれ違う区でやることじゃもちろん、もちろん区でやることでもないですし、関心のね、程度もやっぱり低かったりしますので。 うん、それがさ、それが実際こう、私たちのこの直接的な生活に、こういうふうに影響してくるんだよっていうところを。しっかりとつなげて、で、まあ、情報提供していくっていうふうなことを、あの、はい、目指しています。うん、そうですね。そうなんですよね。地域レベルに、こう、物事を落とし込むって大事ですよね。そうですね。あの、やっぱり、なんだろうな、その、結局。 まあ、回り回って今これがあるっていうことになるかなと思うので、うん、そこの,そ,、まあ、そ,そ,のけそこで想像なかなか想像できない部分だったりもするのでそれをつなげていく、うん、っていうところがあの例えばですねその一つその、まあ、例えば給食の無償化みたいなことが今とても大きな新宿の中でもねやっぱりそれをの、まあ、望んで。うん 提案しししたりとかしていいるるさんんもいらっしゃるんですけど学校給食の無償化でですかそうですそう学校給食の無償化はね。で、まあ、もちろんそれはあのただあの悪いことではないけれども無償化っていうのは当然税金でそれをやるっていうことなので、うん、じゃあその原資がどうなるかっていうところまでを考えないと、うん、まこっちをやったらどっかが減らされるんだよっていうような、ねうんはい、そういうようなところとかもやっぱりあると思うので。 なんかそういうもちろんその無償化が悪いというわけではなくてね無償化をするっていうことはそこは何かを削ってどっかから持ってくるっていうことだからいろいろそういうのも含めてあのえ生活に影響があるんだよっていうようなことを、まあ、ちょっとあの考えられるようにねあの情報提供したりとか、まあ、そういうい、まあ、具体的にはそういう感じですかね、はい、例として挙げましたけど。 そういう感覚大事ですよね。青木さんはだから今ある会社の経営に携わっている方だから、はい、そういう PLBS といわれるね、収入、プロフィットロスというものとかを考えますけど、多くの人はなんか無償化、ああ、いいじゃん、ありがたいじゃんって言うけど、うん、一体誰が払うんだよという話ですよね。だって自分の家の収入だって、なん,ね、なんかの収入があるから支出ができるわけであって、うん、会社もね、売り上げがあるから経費使えるんですけど、 なんかよくわかんない、なんかどっかの議員は、これ無料化します、これ無料化しますって言うけど、お前が払うわけじゃないだろうと言った人がいますよね。 どこから収入がなければ、収入が決まってるなら、こっちに使ったら足んなくなるじゃんと、他を減らすことになるよねっていう、こういう正常な感覚を持つことが、市民として大事な気がしますけどね。そうなんですよね。うん、だから、しっかりとね、そのまあ、国の方がね、そのプライマリーバランスとか言わずに、きちんと財政出動してくれて、地域にも、うん、 お金を回してくれるんであれば、もちろんそれは解決する話ではあるんですけど、まずはそこから解決しないといけない部分もあるんですけどね、今そうじゃない現状において、今おっしゃったようなことをやっぱり考えていかないといけないなというふうに思ってますね。そうすると最後はやっぱり国家として今、まあ、EU だったら所属できないほどの赤字を抱えちゃってるので、本当は。 ね、財国家における財政っていうのも本当はきちんとやらなきゃいけないんですけどなんか人ごと事に全部がなっちゃってる感じがしましてねちょっと僕は危機感を持ってますけどねそういった事柄をここで、まあえー、愚痴じゃないんですけど愚痴を言ってるだけとかねではなくて地域地域でこれはこう改善できるんじゃないっていうなんかそういうね賛成党ってそういうもののプラットフォームを作ろうとしてるわけですから。はい ね青木さんにもぜひ頑張っていただいて、新宿をよくしていただけたらと思います。はい、頑張ります。はい。すいません。では、第3部、はい、これで終わりにしたいと思います。第1部、第2部、第3部とお付き合いいただきました。青木ひとみさん、参政党、新宿区区議でいらっしゃいました。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。